ちょっと覗いてみましょうか、ビルさん。お腹すきました。よし、一丁やってみっか。目を覚ませ、カカロット。楽しいぞ、サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ、そんなこと俺は死んだって手を貸すもんか。さっきから気になっていたのだが、後ろにいるのはお前の子ではないのか。違う。あの尻尾は何だ。サイヤ人の血を引いてる証拠じゃないか。何だってんだよ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんじゃな。ちょっと息子を貸してもらうとするか。それ以上ご飯に近寄ってみろ。飛ばすぞ。恐怖におののしがい。ジャックはスピピアッツ。あっねえ、あっねえ。話にならんな。カカロットよ、子供は預かっておく。明日までにこの星の人間を100人殺してここに死体を積んでおくのだ。もちろん死体がなければこの息子は死ぬことになる。じゃあな、明日。うわー、お父さん。ごはん。やつの後をつけてきたのだ。その二人といってもやつは倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが言ってどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。貴様と組み、やつとやつの仲間二人とやらを片付けたら
もちろんその後は貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。勝手にしろ。悟空、無茶をするな。わしらもやれるだけやってみよう。三人一緒に戦えばなんとか。クリリン、ダメなんだ。シェンロンには同じ願いは二度と頼めねえんだって。それはそうじゃが、悟空があの者に負けてしまえばどっちみちみんな殺されるじゃろ。そうだよ。だから俺たちにも協力させてくれ、悟空。クリリン、じっちゃん、すまねえ。よし、こっちから行こう。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってっか？そうか、ゴハン君の帽子のてっぺん、ドラゴンボールだったわね。よし、待てよ、悟空。ブルマ、わしらも行くんじゃ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな。勝負っちゅうんはただ強きゃいいってもんじゃねえさ。聞いた風なことを抜かしやがって。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ。しっ、貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぜ。後ろだ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。俺の力を拒むものだから、どれほどの戦いをするのかと見に来れば、見苦しい戦いをするな、孫悟空。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。チッ、お前も新技を開発してるってのかよ。ようやくお前らとの差が少し縮まったかと思った。畜生、なんてパワーだよ。クリリン、いや。
やめろ、やめてくれ。 あいつはまだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな、すぐに会わせてやる。あの世でな。貴様ピッコロ、早くあの技を。貴様正気か。 おめえを倒すにはこれしか方法はねえんだ。待たせたな、覚悟はいいか。やれ。待て魔眼光殺法。この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。クソ鳥 だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるのは いつ。1年、たった1年後だ。1年、さらに強い戦士が2人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。1年の間にせいぜい楽しんでおくんだな。バカな仲間どもが死んじまってショックか。そういやもう一匹バラバラになったチビもいたっけな。ピッコロ、なんだその面は。気に入らねえな。そんなにあっさりと殺してほしいのか。許さんぞ貴様ら。ベジータ、カカロットの戦闘力はいくつになったよ。1000以上。8000以上。そりゃ間違いだぜ、故障だ。てめえなんかがこのナッパ様にかなうわけがないんだ。体持ってくるよ。どういうことだ、カカロットのやつ。どうして短期間のうちにこうも力をつけた。すげえ、本当にすげえぞ、悟空。勝てるぞ。はい。こっちだ。
ベジータ動けないサイヤ人など必要ない。死ね。ベジなんてやつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。の強さ思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。場所を変えるぞ。好きにしろ、同じことだ。よし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。なるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけか。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いクズ野郎が貴様のように大した敵のいない星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。そのおかげで俺はこの地球に来れたんだ。感謝。それによ、落ちこぼれだって必死で努力すりゃえり面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。絶対に許さんぞ。もうこんな星などいるもんか。何だとは。俺の外国法は絶対に食い止められんぞ。地球もろとも宇宙の塵になれ。外国法散々。
じけて混ざれ。なんだアリア、何したんだ。尻尾をなくしてしまったことを後悔するがいい、カカロットよ。なんだ、ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。僕戻ります。待てよ、ご飯、俺も行くよ。行くってば。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。どうなってやがんだ。大猿化け物。なんだってんだ、なんなんだじゃあの化け物は。オラと地球の元気玉食らわしてやる。ふざけちゅー。そうか、やっとわかったぞ。じいちゃんを踏みつぶして殺したの。武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っちゅうのオラだったか。このじいちゃん、こいつとんでもねえやつでさ、たぶんオラの気を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって、この家にまた行ったらさ、謝りに行くよ。体持ってくるよ。
気玉を出すために精神集中する暇もねえ。10秒だけでいいんだ。集中する時間が欲しい。よし、これで終わりだ、カカロット。たとえまた生き返ったとしても、その時にはもうこの星はない。死ね。いやイイたちの最後べってやつだ。これでオーラには鼻くそをほじる力も残っちゃねえや。好きにしろ。この俺の顔に傷を。握りつぶしてやる。うわうわせいぜい苦しんで死ね。今のでずいぶん骨が折れたようだな。痛いか？え？何か嫌がるな。どこだ？こっちだ。お父さんを離せ。消せ、ごはん。そいつは味方だ。